今回はスイートセブンイレブンセブンネットショッピング限定アーカーチェーン付きおしゃれ長財布の紹介です。では開けていきたいと思います。縦が 10.5、 横が 20、 マチが 2.5 となってます。で、素材はポシェットと同じベロワン素材になってます。こういう感じですね。終わったら分かりやすいかな。ベロワン素材です。で、表に赤のブランドのプレートがついてて、ゴールドなんで、すごい、おしゃれですよね。なんかこう、こう見たらちょっと色がわかりやすいですかね。おしゃれです、これ結構。このバッグの色とゴールドがよく合ってると思います。で、縫い目も結構、綺麗に縫ってあるし、横から見たら、こんな感じですね。で、裏が、ここになんかシワが、縫い方の失敗かな。出てきたようなシワがありますね。ちょっと残念だけど。でも、あとはだいたい、綺麗に縫ってあると思うんで、大丈夫かな。で、チェーンがついてまして、チェーンもベロワ素材が通してあります。これいいですね。綺麗すごい。あ、チェーンの長さは50センチとなってます。すごい綺麗ですね、やっぱり。ゴールドにこの色、合う。こうです。ゴージャスですね、やっぱりこうやって見ると。中は、もう至って普通、マジック、ポチッと止まるボタン、ついてますね、ちゃんと。で、カード入れが1、2、3、4、5、6、6個ついてて、若干、ちょっと、ここまでしかないんですよ。若干、浅いかな。で、ここは、マチがある感じで、ちょっと幅広の物入れみたいな感じですね。ここにスマホも入るっていうことかな。で、ここに大きめの幅広ポケットが1個あって、で、ここにチャックがあって、チャックはポーチと一緒ですね。同じ持ち手がついてます。で、開くと、裏地がちゃんとついた状態で、小銭入れになってます。で、ここになんか硬いもんが入ってますね。厚紙なのか、ちょっと何なの、プラスチックなのか、よくわかんないんですけど、ここ、硬いです。で、小銭の出しやすさも、取り出しやすさも、OK かな。そんな見えにくいこともないですね。で、私、ちょっと今、スマホで撮影してるんで、スマホがちょっとあれ、使えないんですけど、ちょっと大きいんですね、私のスマホ。で、手が入るんで、手よりちょっとちっちゃいぐらいのスマホなんで、ここのスペースに余裕で入りそうですね、スマホが。これはちょっといいかもしれない。これはいいですね。おすすめです。今回のスイートおすすめ。来月号。増刊号付録の方は、こうなってます。ミニバッグチャーム&レザーポーチ。で、
バックチャームはコスメも入れられるみたいですね。かわいい、このバックチャーム。欲しい。これバックにつけてるとかわいいですね、すごい。このチャームはいい、いいな、欲しいな、かわいい、すごい。レザーポーチもなんかしっかりした作りっぽくて良さそうですね。皆さん、忘れないように、増刊号の付録です、こちらが。発売日は12月22日となってます。と、今回は、スイート12月号、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定、アーカーチェーン付きおしゃれ長財布の紹介でした。使い方によってはいろいろ使い道がありそうな長財布で、色合いもこのゴールドもとても素敵なものだと思いました。気になった方はセブンへ行ってみてください。ちょっと人気が出そうな商品なので、気になった方はちょっと急がれた方がいいかもしれないです。それでは、バイバイ。